平成31年3月17日、阿蘇市の草千里にある阿蘇火山博物館内に、阿蘇山上ビジターセンターがオープンし、記念式典が行われました。式典は阿蘇火山博物館3階で、地元自治体や観光関係者らおよそ200人が出席して行われました。まず、環境省の森本秀香事務次官と、阿蘇火山博物館の久喜康弘理事長が挨拶、続いて熊本県の田島徹副知事、佐藤阿蘇市長らが祝辞を述べました。式典の後、阿蘇火山博物館1階の阿蘇山上ビジターセンター入り口でテープカットが行われ、オープンを祝いました。この阿蘇山上ビジターセンターは、環境省が阿蘇九十国立公園の四季折々の風景や観光情報を発信しようと、阿蘇草千里にある阿蘇火山博物館内に事業費1億円で設置したものです。広さはおよそ350平方メートルあって、円形状に並ぶパネルや写真が展示されています。このほか、ジオパークや草原保全、防災への取り組みなども紹介されています。ビジターセンターは国立公園の情報発信拠点として全国に64カ所設けられ、阿蘇九十国立公園では南阿蘇と大分県の長者原にあり、この日オープンした阿蘇山上ビジターセンターは3番目となります。またビジターセンターが民間施設に設置されるのは初めてということで、阿蘇山上ビジターセンターは年中無休で、午前9時から午後5時まで、入場料は無料となっています。